今回のテーマは、構想段階にある北陸中京新幹線です。北陸中京新幹線とは、敦賀米原間に建設される計画となっている新幹線です。ですが、私の来週の予定と同じように、プランは全く立っていません。いつできるかわからない、そんな計画となっています。ウプ主のおっさんも、月曜日から金曜日までは会社へ行くことが確定していますが、土日の予定は立っていません。まあ、そんな話はどうでもいいですね。さて、現在は北陸新幹線の金沢敦賀間が建設中で、もう少しで開業する予定となっています。その先の新大阪までの延伸区間は、まだルートも決まっていませんが、将来的にはできる感じにはなっています。そのルートについて、国はこのように言いました。オバマ京都ルートでよくね。オバマ市、京都市を通り、単独で新大阪駅へ接続するルートとなっています。過去には、米原ルートも存在していましたが、いろいろあって、こちらは廃案となっている模様です。ですが、そんな中、とある新幹線の構想があります。それが、今回のテーマである北陸中京新幹線です。まあ、いつもの流れになりますが、50年前の話から見ていきましょう。田中角栄を総理大臣とした政府はこのように言いました。全国に新幹線欲しいよな。全国各地に新幹線を作るプランを発表し、路線網の案を公開しました。ここで北陸中京新幹線のルートもその中の一つに加えられました。当初北陸新幹線は米原経由となる構想もありました。ただ政府はこのように言いました。小浜市付近も通すぞ。福井県小浜市が通過点に追加されました。こうして北陸新幹線は小浜市を通すルートになり、米原ルートは政府の方針から外されました。とはいえ政府はこのように言いました。名古屋方面も新幹線欲しいよな。名古屋方面に向かうルートにも新幹線があった方がいいと言いました。こうして北陸中京新幹線のプランができた感じです。なお米原名古屋間について政府はこのように言いました。東海道に乗り入れでよくね。北陸中京新幹線のプランとしては、敦賀米原間は北陸本線に並行して新幹線を新しく作り、米原駅からは東海道新幹線に乗り入れる形となっています。ゆえに追加する新幹線の線路の総延長は50キロくらいとなります。こうして50年前、ルートの案が登場した感じです。ただ、時代が進んでいく中、北陸中京新幹線のプランが話題になることはほとんどありませんでした。政府はこのように言いました。整備新幹線だけで精一杯だな。建設すると決めた整備新幹線だけでも精一杯になっていました。当初、北陸中京新幹線は、山陰新幹線、四国新幹線などと同じように、建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画とのポジションになっていました。ただ、オイルショックなどで公共工事を行うハードルが上がった結果、無理な感じになってしまいました。北陸新幹線の敦賀伊勢の区間が、未だに工事すらスタートしていないのも、こうした事情が影響しているみたいです。そんな中、今から約5年前、少し動きがありました。中部県知事会議という中部地区の県知事が集まったミーティングが開かれました。ここで福井県知事がこのように言いました。北陸中京新幹線作ってほしいな。北陸中京新幹線を建設するべきと発言しました。この案について愛知県知事は少し賛成しました。ただそれ以外の知事はこのように言いました。ああ、そうなんですね。新幹線の案についてノーコメントでした。要するに、福井県以外の県は、全く乗り気ではない感じだったそうです。そんな事情もあり、以降は現在へ至るまで、北陸中京新幹線の具体的な話は出てきていません。鉄道会社としても、北陸中京新幹線にはやる気ないみたいです。まず、米原名古屋間は、東海道新幹線へ乗り入れることが前提になっています。ですがオレンジ JR はこのように言いました。東海道に本数増やす余裕ありません。東海道新幹線は
現在の本数で限界に到達しています。これ以上列車を増やせないとのことで、北陸方面へ向かう列車を追加できない事情があります。そのため、北陸中京新幹線の構想には消極的な姿勢を見せています。また、オレンジ JR は多分このように言いました。米原からは青になるし、いろいろ面倒だな。敦賀米原間は青色の JR のテリトリーとなっています。ゆえに、北陸中京新幹線を作るとなると、協議を行うなどの手間も出てきてしまいます。要するに、お世話になっておりますのフレーズで始まる電話やメールをやらないといけない感じです。そんな事情もあり、JR としても北陸中京新幹線には消極的なのです。なお、北陸中京新幹線を作るとなると、新線を建設する区間では、沿線の自治体の OK が必要になります。敦賀米原間は、大半の部分が滋賀県に属します。ゆえに、滋賀県の OK が必要になります。ただ、滋賀県はこのように言いました。どうしようかな。ノーコメントのようです。仮に新幹線を作るとなると、滋賀県もお金を出さないといけません。また、北陸本線の並行在来線問題も出てきます。そうした事情により、積極的では決してないようです。ところで、北陸新幹線の敦賀伊勢のルートについて、滋賀県はこのように言っていました。米原ルートがいいな。米原ルートにして、米原駅から東海道新幹線に乗り入れるルートにするべきと言いました。こうすれば、滋賀県の沿線をがっつり通るため、滋賀県にメリットがあるとのことで、米原ルートを提案したのです。ただ、福井県はこのように言いました。やだ、オバマ通した方がいいだろう。あくまでも、福井県小浜市を通すべきだと言い、米原ルートには反対しました。結局、小浜京都ルートになりましたが、北陸新幹線のメインルートにはならない敦賀米原間に新幹線を通すことに、滋賀県が賛成する可能性は低いみたいです。というわけで、国と多くの自治体はこのように言いました。ああ、やる気ねー。福井県以外はやる気がないのが北陸中京新幹線の構想のようです。そんなわけで、永久的にできない可能性がありますが、皆さんは何か感想ありますか？大変お待たせしました。ウプ主のおっさんのどうでもいいコメントのお時間になりました。ウプ主のおっさん、北陸中京新幹線の話について、最近まで内容を知りませんでした。実現性が乏しいだろうと考え、ガセネタだと思ったくらいです。もっとも、構想そのものは白紙状態となっています。というわけで、ウプ主のおっさん、このように言いました。つまり、計画は、しら、詐欺、なんですね。以上、北陸中京新幹線の構想についての大雑把な解説でした。なお、この動画には、間違った内容や、作成したおっさんの意味不明な想像が含まれているかもしれませんが、この辺は許してくださいね。では、今日の授業はここまでですが、ウプ主のおっさんの適当な解説はいかがだったでしょうか？まあ、何かありましたら、ぜひコメントくださいね。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。